横浜 F、マリノスは24日に東京、国立競技場で明治安田 J1 リーグ第28部し C 大阪戦に臨む。23日は神奈川県横須賀市内のクラブ施設で全体練習を行い、冒頭15分を報道陣に公開。この日が30歳の誕生日だった MF 木田拓也首相は決意を新たにした。30歳として初の全体練習。 木田は軽快に動き、全体練習後はいつものようにピッチに残り、一人で黙々と走り込んだ。小学生時代から横浜の下部組織で育ち、節目の年齢を迎えたザキャプテン。練習後の取材で報道陣から祝福されると、感謝を伝えながら思いを語った。まずは感謝。こうして元気に30歳を迎えられた。家族や周りの仲間に恵まれて、このクラブで、 30歳という年齢を迎えられたことは幸せ。7歳でこのクラブに出会って、30歳でこうしてキャプテンとして迎えるというのは想像もしてなかったし、これまでの歩みの中で自分に満足したことは一つもなくて、ただただ、周りの人に恵まれてやってきた。自分の存在や力で与えられるもの、返せるものがあるのであれば、全てをかけて返していきたい。 30歳で望む最初の試合は C 大阪戦。チームは今季途中から指揮を取るハッチンソン監督体制となってからリーグ戦で4戦3勝、天皇杯も8強進出と勢いに乗る。横浜にとっては16年ぶりに国立競技場で行うホームゲームだ。木田は自分たちの力を示すいい機会、自分たちがやってきたこと、 マリノスの魅力を発信できるような好ゲームができれば一番、と意気込んだ。